はい、皆さんこんにちは。ファミリークラブです。今日はですね、久しぶりというか、今何がどうなっちゃってるのっていう風な、感じの話題です。国際リニアコライダーについて、です。ですね、国際リニアコライダーは確か今年の3月に、誘致を、すると宣言しないで、まあ、継続する、その誘致するという、その会話、対話を、継続すると。いうふうなことで、先送りになりました。それでですね、もうあれからもう半年以上、半年経ちますか、半年以上経ちます。で、これは9月26日、先月ですね、の、岩手新報のニュースです。で、このリニアコライダーの話です。萩生田、文部科学省は25日、報道各社のインタビューに答え、国際リニアコライダー誘致に関し、ぜひパートナー国を探し、財政的見通しがつくならば、日本で大いに研究をしたらいい。と述べ、コスト分担をめぐる、国際協議の、行方に高い関心を示したと、いうことです。だから日本の分担額が5000億と言われています。もしリニアコライダーで誘致するとしたら、日本の、負担額が5000億円だと言われています。で、これをおそらく、例えばアメリカとかフランスとかでやるんであれば、インドとかでやるんであれば、まあ、分けようよ、というような感じ。だから5000億の何分の1かは払いますよと。だからみんなでやりましょうよという話と、ここでは捉えられます。ここではそういう風に捉えることができます。うん。それでですね、国会議員連盟や、建設候補地の自治体、岩手県とかですね、などが、政府に、国内誘致の明確な意思表示を求めていることには、要望は承知している。関係機関と相談しながらチームを組めるよう努力したい。との意向を示した。もうね、これ3月の段階で言ってる要望書出してるんですからね、もうあれからもう半年以上経つんで、もうそんな悠長なこと言わないでもらいたいんですよね。それで、まあ、最後、日本政府は、国内誘致の可否について、来年策定される日本学術会議のマスタープランや、次期欧州素粒子物理戦略、2020年から24年の議論を踏まえて判断する見込みである。国際研究者組織は10月、仙台市で開く国際学会で、日本に誘致決断を促す声明をまとめる方向だと。いやー、もう半年待ってるんですからね。その国際研究者組織ももう、しびれ切らしますよ。うん、なんでね、まあ、その5000億出せるかどうかという問題、この一点ですね、この一点にかかってます。昨日の動画でも私言いましたけども、もはや経済成長するんであれば、まあ、国債発行による、財政支出、そしてまあ、消費税減税、もしくは廃止、する以外はもう他に道はないと、もうこれ一択だよというようなことを言いました。で、その財政支出、その昨日は15兆から30兆円やってもいいんじゃないかっていうようなこと言いましたけどね。5000億ですよ。5000億ですよ。15兆に比べれば何分の1ですか ?5000、5000億なんて。出せないことはないんですよね。だからもう金ないんであれば、もう国債発行して、それ終わりです。5000億分の国債発行して終わりです。それすらできないとは本当情けない。うん。その情けなさがやっぱりこの経済停滞にもつながってるんだなと。まあ、ひいては、昨日も言いましたけども、その財務省の緊縮財政に寄与すればするほど出世するという、言った、その狂った昇進システムを持ってますから。もうこんなのね、やってるんじゃ、本当日本の国のためにならないですよね。まだまあ、経済成長のその、度合いの他にもこういったリニアコライダーとかそういった科学技術の誘致にも、やっぱそういう風な狂った昇進システムはものすごい害があるんだなっていうことはまあ分かりました。リニアコライダーは、まあ、言ったんですけども、リニアコライダーは誘致すると、20年間でおよそ約5兆円ぐらいの、経済波及効果があると見込まれます。だから、5兆円ですからね。まあ、20年ですからね。まあ、2500億円ぐらいですか。1年で。もう2年でこと取れるじゃないですか。
まあ投資的、投資案件的にもこんな美味しい投資案件はないですよ、2年でも取れるなんて。あと、それで、まあ、リニアコライダーで、その培ったその科学技術を使って、また別な、別なサイドのその、技術の進歩が見ることができます。どんな進歩がなるかわからないです。わからないです。だから面白いんですよね。だから日本でそれやってもらいたいですね。ということで、まあ、とりあえず10月、今月ですか。今月、その、国際研究者組織、仙台に集まって、それで、早く誘致せよということを促すそうです。だからまあ、そうしたらもう、はい、わかりましたと言って、国債発行でもいい、バーンで5000億でもいいからやって、それでもやると。とりあえずやると宣言すれば、後からお金はついてくると思います。あとはもう安倍さんの鶴の一声ですね。さてと、アベノミクス、ここら辺でね、私、経済成長否定、政策なんて、もう完全にバカにしてますからね、私。だからね、その私に、いや、そんなことないよ、というふうなことをね、突きつけてください。そうすれば私もそれを受け止めますから。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。